皆さんこんにちは、作家の本田健です。今日は6月13日のセミナーについて説明したいと思います。セミナーのタイトルは、あなたの資産と家族を守るためにしておきたい17のことというテーマです。一旦ですね、コロナが収束をしている感じで、そして株も上がったりとかして、まあ、そして夏に向かうということもありまして、世の中はですね、ちょっと気休めムードというか、ちょっと一息ついている感じがしています。 僕も久しぶりに東京に帰ってきて、数ヶ月ぶりに外食、まあ、外食って言ってもラーメンですけども、えー、一人で食べに行って、こんな世の中に美味しいものがあるのかっていうので、えー、感動しました。八ヶ岳ではですね、まあ、オーガニックの野菜と玄米と、まあ、非常に地味な食生活だったもんですが、まあ、その割には痩せてないのは、夜な夜なポテトチップスとか、なんか東京にいない時に食べるのはカロリーにカウントされない感じがして、えー つい夜食べたりとかしてしまってるのが原因なんですがそれ以外はですね非常に健康的な食生活をしてましたが、まあ、東京は飲食店もですね結構オープンしてまだお客さんの戻りは100%じゃないのかもしれませんが、えー、街にはですね活気が戻ってきている感じがしますまあその時にですね、えー、賢い人は今、えー、秋以降の準備をしているという話をこの間 Facebook ライブでも話しましたがどういう話、えー、準備をし,なくしとかなくちゃいけないのかということをですね この週末じっくり語りたいと思います。特に今回はずっとやるやるというふうに言っていたお金についての体系的な話をしたいと思います。あなたはお金とどれだけ健康的に付き合っているでしょうかお金はですね、僕の人生を貫くテーマといいますかライフワークなので、ごくごく小さい頃からお金について研究をしてきました。そして自分でもですね、20代に十分なお金を作って、そして30代、40代。 ずっとですね、経済的に自由な人生を生きてきました。そして今もですね、お金のストレスというのは普通の1人に全然少ないと思います。お金っていうのは難しいもので、お金がですね、ないときにはものすごくストレスを感じます。そして、あればあれであったらですね、またストレスを感じるので、うまく距離を保たないと、どうしてもですね、お金に執着してしまったり、あるいはお金で苦労してしまったりということが多いんじゃないかと思います。まあそういった意味で、 お金についてですね、特にポストコロナ時代のお金について、この週末3時間で体系的に話したいと思います。お金がですね、そのややこしいのは、そのいろんな機能、そしていろんな顔を持っているということなんですね。例えばそれは現金ということだったり、あるいはその現金でも円になったり、そしてドルになったり、フラになったり。 えー、そして、ゲイになったり、えー、いろんな通貨もありますよね。そして、クレジットカードってのもあったり、仮想通貨ってのもあったり、えー、もうそういうので結局、わけわからなくなってしまってる。えー、そして、お金にはですね、いろんな、えー、機能もあります。例えば、三、えー、つあるんですけど、一つは交換機能。お金と何かを交換する。これはまあ日常的にショッピングをしているのでよくわかると思いますが、でもう一つはですね、保存の機能。保存の機能というのは、 例えば1万円の分の仕事をしたとしましょう。そして1万円もらいました。で、昔だったら、例えばマンモスを、えーっえー、やっつけたり、あるいはその魚を取ってきたら、えー、何もしないとそのも腐ってしまいますよね、えー。けれども1万円仕事したら、その1万円の紙切れ、あるいはデジタルのものを持っておけばですね、えー、半年とか1年とか、あるいは10年経っても、同じ1万円の価値を、えー、保有していると。 いうのがこの保存機能なんですも、まあ、これは非常にお金の便利な機能ですよねで3つ目の機能としてはお金の増殖機能というのがあります例えば利子でお金を増やしていくあるいは運用で増やしていくっていうのが考え方ですがまあ、今のですね資本主義の大きな問題はこの増殖機能が暴走したことによって資本主義がめちゃくちゃになってしまったというのがあるわけですがこの交換 そして価値の保存だけであれば、そしてそれがすごいインフレなら,らずに、あるいはすごいデフレならずに、えー、10年も前も今も同じ価値を保っていたとしたら、もっと世の中はシンプルだったんじゃないかなというふうに思いますが、そこにですね、人間の欲とか、えー、そういったものが微妙にですね、その乗っかっていって、でそして、まあその、えー、いろんな金融商品が作られたりだとかして、まあめちゃくちゃになっているわけですよね。 まあ今、あのコロナの問題が収束したからといって、全部の人類の問題が解決するわけではありません。まあ、逆に言うとですね、ここでそのなんか抑圧されたエネルギーっていうのが今世界中にいろんな形で出始めています。まあ、アメリカの人種差別による、まあそれはあくまでもきっかけだったわけで、黒人のですね、男性がえ白人のえ警官によって殺されてしまった。まあ、ここからですね、大暴動に発展してるわけですが、 まあこれがですね、アメリカの世界、社会をですね、大きく分断しているわけです。同じように中国が香港をですね、本格的に支配を始め、イギリスが300万人の香港人に、イギリスのですね、その、まあ、市民、完全な市民の扱いじゃありませんが、純市民のようなそういったステータスを上げるというような感じのことを言い出したりとか、 えー、あるいは北朝鮮が韓国と連絡を立たりい。まあ、いろんなことが起き始めています。もうこれは中国と、えー、インド、そして中国とアメリカが、えー、バチバチやってますね。これがどういうふうになっていくのかっていうことも含めて、この世界の秩序が今もうグラグラしてるんですね。えー、EU が、えー、イタリアとか、えー、もし スペインとかが本格的に抜けたりとかするともうガタガタになりますしこの世界のその通貨の仕組みそして経済の仕組み政治の仕組みのどれ一つと,ともですねもうなんか一つが抜けるともうガタッと崩れてしまうようなそういう状態になってるわけです特に資本主義という観念からいきますとその今まで借りたものを返すっていうのがですね信用として世界の経済に成り立ってたわけですが レバノン、そしてアルゼンチンも今、選択的デフォルトの状態に入っています。まあ、そこから韓国、スペイン、あるいはイタリアあたりのまあまあの大き,な大きさの国がですね、もしデフォルトしていくようなことがあったとしたら、本格的に世界経済が崩れていく可能性も出てきたわけです。まあ、日本はですね、ありがたいことに、日本人という人間、すごく世界では最も勤勉な人たちが人質になっているので、 日本国は急には破産しないというふうに思いますが、けれども、例えばアメリカとか他がですね、デフォルトするというようなことが万が一あったとしたら、基軸通貨のデフォルトって過去の資本主義で一回もないので、そうなった時にですね、一体何が起きるのかっていうのは、誰も想定できないわけですが、今、何も想定できないような世界で、何が起きても不思議じゃないというふうな状態でですね、今まで皆さんが、 ずっと貯めてきた5年、10年、20年、30年、50年、えー、皆さんが保存してきたですね、そしてある程度増やしてきた資産。これをどうやってポストコロナ時代に守るのかって話をしたいと思います。具体的には、資産という概念を理解していただきたいと思います。資産っていうのは多くの人にとっては多分お金とか銀行預金とか、まあ、不動産とか、あるいは車とか、そういうぐらいしか思いつかないんじゃないかなと思います。えー、けれども、 えー、そういった資産はですね最も課税されやすく最も取られやすいということを、えー、税務所的観点そして世界の歴史から考えると、えー、多くの人たちは気づいていません、えー、資産には有形資産無形資産というものがありますけれどもこの無形資産というものが実はですねその課税しにくいそして、えー、課税標準が出しにくい ものなんですね例えば金なんて一番本当は持ってはいけないものの一つです。もちろん現金が預金封鎖である意味引き出せなくなったりとかすると確かに金で現物を持ってるといい感じはしますよね。けれども新しい円になったら新しいドルになった時に実際にそのゴールドを扱っているところに行ったりあるいは銀行で換金するということになった時に9割特別資産税で持ってかれたとしたら結局ですね そのゴールドとしての価値があったとしても、税金で持ってかれるということになります。あなたがこの半年ぐらいでやらなくちゃいけないのは、あなたが今持っている資産をどういう形でポストコロナにある意味受け継いでいくのかということ、これはですね、えー、僕は20代のとき、税務署といろんなやり取りをして分かった、税務署の人たち、そしてその政府的にはどう考えるのかということですね、簡単に言うと、政府には課税できるものと課税できないものがあるんです。 こういうふうに説明すると分かりやすいと思いますが、例えば資産というのはお金を生み出すものというのが、例えば資産の定義だとしましょう。あるいは換金できるものというのが資産の定義だとしましょう。けれども、金とか現金、預金というのは簡単にいろんなものに変えられるという便利な一方でですね、結局それは簡単に税金がかけられるという、そういうふうな大きなデメリットもあります。 けれども、皆さんの信用はどうでしょうか皆さんのノウハウはどうでしょうか皆さんがどれだけのお客さんに感謝されているか皆さんがどれだけのお客さんに素晴らしいと思われているのかこれはですね、えー、課税標準としては計算が不可能になるわけです。なので変な話ですけども、今皆さんが100万円持っていたとしましょう。その100万円をですね、まあ、100万しか持ってなかったらやるべきじゃありませんが、余分な100万円。 この余分な100万円をですね、1人1万円ずつ、100人の人たちにご馳走したり、プレゼントしたとしましょう。そうして新しい資本主義の時に、その時にですね、皆さんに1万円もらった人たちは、皆さんに1万円もらったっていうふうに思っているので、直接返してくれるかどうか分かりませんが、ある程度の人たちは返してくれる可能性があるのではないでしょうか。一方で、100万円現金を持ってたとしても、それをですね、政府に取られてしまうリスクっていうのは、十分にあるわけです。 で僕はそのセミナーの中でも詳しく話しますが、えー、いわゆる他の国で行われているよ金封鎖は今の段階では,現実,的ななんでは現実的ではないんじゃないかなというふうに思いますえただえもしですね日本の国債の利払いそういったものにその黄色信号をついてしまった場合にはですね、えー、日本の国民の資産を一部、えー、税金で持っていくということは十分ありえるんじゃないかと思います例えば、えー、2022年 4月1日のです、ね、銀行の残高の10%を一律、まあ、その税金としてカットして国庫に納めるというようなことだったりあるいは固定資産税をです、ね、10%今の不動産に対してかけると。 いうような感じのことは十分可能なわけで、その時にはですね、金持ちとお金持ってない人の差は、えー、歴然とするでしょうから、えー、人数もですね、お金持ってない人たちの方が多いってことを考えると、そういった法案を通る可能性があるんじゃないかと思います。そういうふうに考えますと、持っていてはいけない資産と、そして持っていても課税されない資産っていうのがあるってことがわかると思います。これからですね、来月にその預金封鎖があるから、今銀行に行って銀行の預金を引き出せと。 いうようなことは僕は言いませんけれども、これからですね、6月、7月、8月、9月、この4か月ぐらいに、特に前回の Facebook ライブ、YouTube でも話しましたけれども、第2波、コロナの第2波が来るまでに、準備しておけることがいっぱいあるんじゃないかなというふうに思います。 これはですね、皆さんのお金を金に変えるとか、そんな単純なことじゃなく、資産というものをもう一回見いだして、えー、洗い直してですね、皆さんがポストコロナ時代にどういうふうな人間関係を作り、新しいビジネスを構築し、ライフワークを作り、家族を持つのか、そして友人関係を持つのか、これがですね、非常に大事になってくるというふうに思います。これから皆さんが今までですね、体験したことないような え苦しみとか悲しみとか絶望感に襲われると思います。えー、この5年、なんとか頑張ってください。えー、その後はですね、ベーシックインカムとか、ユニバーサルインカムとか、えー、そういったすべての人たちが自由にやれる、えー、生活できる、不、えー、生活の方を考えずに生きられる世界がいずれ来ると思いますが、これから数年はですね、えー、なかなかそうはいかないと思います。 え、経済的なことを理由に自殺する人たちもたくさん出てくるでしょうし、まあ、一言で言うと皆さんの中にある無価値観とか絶望感とか、え、貧困意識とか、そういったものが、え、ものすごく炙り出されると思います。まあ、これもですね、新しくその分かち合いのベースの資本主義に行く前に、私たちの中にあるダークサイドを全部癒すという一つの大きな人類レベルでいう、え、そのヒーリングのプロセスとして起きなくちゃいけないことなので、 必要だと思いますただ単に分かち合いだけで、えー、すんなりいくというとそういうわけじゃなくやはり競争とか嫉妬とかそういったことも含めてですねここから人類全体が分かっち合いってことを、えー、本当は学ばなくちゃいけないそして今までですね抑圧されてきた痛みをお互い癒していくという、まあ、そのために、まあ、例えば暴動なんかもそうですけども今まで抑圧できた爆発的な怒りとか暴力性そういったものがある意味外に出てですね明らかになって え、それを癒すきっかけとしてですね、全人類が次のレベルに進化していく。まあそういうプロセスを迎えているわけです。え、今のコロナのいろんな事象ですね、まあウイルスの感染っていうものだけ,だけじゃなくて、人類が新しくどう繋がるのかっていうことですね。今、世界中の国境が今閉ざされてますけれども、そうではなくて新しくどういうふうに開くのか、そして開くときにはどういうふうに繋がっていくのかっていうですね、国家っていうものを超えて、 どうやって人類が繋がっていくのかっていう21世紀的な国家主義というかそういったものがですね試されてるところになってますそういった意味では1930年代ちょうど今から100年近く前ですね戦争の方に行ったあれも国家主義だったわけですね国を守ると国の利益を優先するというのが当時の一番の大切なことでたくさんの人たちが何千万人の人たちが亡くなってきました今回 えー、たくさんの方たちはそこまでなくなっていませんが、まあ、少なくとも現時点では、えー、けれどもですね、国を守る、そして国ベースで、えー、いろんなことをやっていくっていうのはですね、えー、この20年、30年、とても考えられなかった。特に EU なんかは、えー、それぞれのですね、えー、地域じゃなくて、国じゃなくて地域として EU で頑張ろうって言ってたにもかかわらず、 ドイツが正式に謝罪してましたよね。イタリアとスペインを見捨ててしまって申し訳ないっていうのをすごく僕は感動しましたけども。まあけれどもですね、本当に、本当に困った時にはドイツは助けてくれなかったっていう、まあ恨みにも似たような気持ちが、え、イタリアとスペインには残ってるわけで。まあそういう意味ではですね、その国が、 その、この2、30年ですね、ほとんどの人たちが意識してなかったようなのがですね、またその国民の主義というか、そのナショナリティックなそういう感覚というものが、まあ、韓国と日本の間とか、中国の間とか、そういったところに出てきます。ここからですね、どれだけ平和を実現できるのかっていうのは、一人一人が自分の内面の中にある暴力性とか、あるいは貧困意識とか、サバイバル本能ですね、そういったもの、これを 見ていいいいいかかななななくちゃゃけないんじゃないかなと思いますお金だけじゃなくて食料をどうやって自由に分かち合っていくのかっていうのも来年以降のテーマになろうかと思いますが個人レベルでですね皆さんの今まで貯めてきた大切な資産をどうやって次の時代にうまくつないでいくのかこのテクニック的なこともいっぱいお話しますが一番は そのコンセプトですね資産っていうのは一体何なのかでその資産っていうのは今までだったら預金とか不動産とかそういったものだと思いますがこれからですね見えないものに移っていきますそして5年あるいは10年経ったらお金っていうものはほとんど意味がないものになって例えば塩とかコショウみたいにもちろんそれは日常的に使えますがそのために人をですね貶めたり詐欺をしたり えー、あるいは、えー、犯罪、殺人とか、えー、そんなことはですね、えー、多分ないと思います。まあ、今、塩とか胡椒とかで殺人ってことは絶対ないですよね。それと同じように、お金の意味っていうものが、多分相対的に下がっていくと思いますが、えー、そういう世の中にですね、行く数年前、この最後の、えー、数年ですね、これをぜひ乗り切っていただきたいというふうに思います。 では、またですね、ご縁のある方と6月13日、3時間みっちりお金について話をします。そして、その3時間経った後、あ、お金ってこういうもんだったのか、まあ、資産って確かにそうだよな。特に無形資産をどうやって作るのかということ、これをですね、この半年、ぜひやっていただきたいですし、2021年はあんまり仕事ができない年になる可能性があります。なので、仕事ができなくても生きていく術これをですね、 無形資産の中にヒントを見出していただきたいというふうに思いますではまたこういう機会にあなたとこういうお話をできるのを楽しみにしています本田健でしたありがとうございました